今回は2月24日から26日まで開催しとる戦祭りのおすすめカード紹介になるよ。新選組側が 9.5 コス江戸幕末の斬撃ダメ上昇、上位側が式上昇速度が1試合24、27、江戸幕末の知力プラス2。今回のレギュレーション的に上位側は新選組側の剣豪盛りを相手にする機会が多いから、近距離兵士主体のデッキ相手には知力10になったノーマルアカネの計略が通り、安くて環境に合っとると感じたよ。相手は 9.5 コスになるから必然的に開幕は不利だからこそ、1コスで知力10復兵を仕込めるのもノーマルアカネの今レギュレーションにおける良さの一つよね。見切った。流派発動。一の型無駄なく迅速に決着をつけましょう。今だ。参る。これが現実だ。受け入れろ。見せ行くぞ。正しいものが破る。インターバル間にカウント確認。相手の山並みが20カウントくらいやから、切れる53カウントくらいまではおとなしくしようかなって考えとるよ。新選組の武、その身に刻むがいい。見切った。流派発動。一の型。参る。今だ。そりゃ。伏せろ。今だ。参る。人を信じれば痛い目を見る。違うんだ、私は。諦めてなるものか。参る。行くぞ。そりゃ、ちょっと体がもたない。参る。ここまでのようですね。そりゃ、切る。これが現実だ。受け入れろ。行く。出て大丈夫か。くらえや。犬ども、切って捨ててやる。流派発動。三の型。正しいものが破れる。切るか。出過ぎたか。ジェクショー、ここまでか。伏せろ。今だ。ゴッハ。見切った。
流派発動。三の型伏せろ。見切った。犬どもの分際で、そりゃ人を信じれば痛い目を見るぞ。違うんだ。剣は解放。諦めてなるものじゃせんぞ。目覚めろ、身分の狼たちよ。ここまでのようですね。これが現実だ、受け入れろ。伏せろ。それは大丈夫。前期新選組の部、その身に刻むがいい。そりゃ見切った。俺がやっちゃる、やっちゃる気に。伏せろ。これが俺の限界なのか。見切った。正しいものが破れる。弱小、ここまでか。俺がやっちゃる、やっちゃる気に。敵に背は見せん。今だ。違うんだ、私は犬どもの分際で、ご視聴ありがとうございました。剣豪デッキ相手に強くて、この千祭りの上位側のマッチング環境にあったカードやと感じたよ。